こんにちは、ブラザーです。今回の配信はですね、2度にわたってさせていただきました。正直これ一般の視聴者様に、ちょっとお話ですけど、今回の2つの動画見る価値ありません。この動画はですね、サムネにも書いてありましたが、一人のフィリピン系 YouTuber、 クソみたいなやつですけど、こいつに対しての配信でした。で、一応もう全て終わりました。この件がまあスピード解決しました。今日中に、その腐れ毛動画上げてた、動画ですけど、ライブ動画かなんか分かんないけど動画ですけど、結構あるうちの数本が、私が見て、ものすごく怒りを感じた、そういった人権侵害とか、人種差別、また人をディスるような、内容だったんで、あとフィリピンに対しての間違いだらけの知識とかそういうのがありましたんで、そういった動画は一切今日中に消すということで、この件は今回の配信で終わります。ただ一つ、じゃあだったらこの配信しなくていいだろうっていう話になるんですけど、ちょっとなんでしょうね、その腐れ毛動画の配信者に賛同してるリスナーがなんか分かんないですけど、私が電話番号とか名前とかをコメント欄に載せていたんで、数回にわたって載せていたんで、何ですかね、いだれんをかけてきております。それも話せばいいんですけど、本当の痛手です。出たら切るっつうような、それも電話番号も何もないです。アホらしい話ですよ。この配信者になってこのリスナーだなっていうような感じですよ。で、そのクソ配信者のことを信じてるリスナーのためにも、ちょっと今回、何ですかね、その間違ったことを言ってることに対しての私が全て正します。そのための配信です。だからこれ一般の視聴者様方々には全く関係ない話なんで、見ても本当にくだらない動画です。ましてや私もまだ怒りが収まってないんで、動画も消すってことで話は終わったんですけど、その男はですね、私とはもう話はしないということで、それとそんなもう至れんとかしてくるバカがいるんで、まだちょっと怒りが残ってるんですよ。で、そういう話も含めております。本当くだらない動画です。もう自分で作って自分で言うんですから、もう本当そう思いますもん。それとね、そういう動画です。本当に申し訳ございません。せっかく見ていただいた方々にも本当にもうくだらない動画で申し訳ないと思っております。もっといい中身のある動画、また来年ぐらいからライブとかもやっていきますけども、本当に少しでもためになる動画や、ライブなど情報などを今後は提供していきたいと思いますし、私の経験した中でいろんなストーリーがあるんですけど、そういったことのなどの、ドキュメンタリーとして今後は話していきたいと思いますし、来年はいろいろなさまざまな方とのコラボが大体決まってきております。フィリピン人の、経営者とかですね、本当に向こうですごいビジネスをやられている方々、また知識のある方々、弁護士などいろんな方とのコラボも今計画が大体、計画が大体こう進んでおります。で、そういった配信を今後はやっていこうと思います。またいいところなどですね、またこういったところには気をつけた方がいいですよっていう私の経験上の話など、今後はやっていきたいと思います。本当この日本の動画に対しては本当に申し訳ございません。本当くだらない動画です。またこんなくだらない動画をさせた腐れ毛動画に腹立ちますけどね。
では今からすみません、ここまで見てくださった一般のリスナーの方々、もうこれ以上見ても面白くないですから、こんなことを私が言うのもおかしいですけど、他の楽しい動画を見てください。本当申し訳ないです。で今からはその草薙動画言ってたフィリピンの件ですね、間違いだらけのことを全て正します。これは今から話すことは、その腐れ毛堂の配信者を信じて見てたリスナーに対してと、まあそのフィリピン系 YouTuber、そいつに対しての配信ですから、そういうところで、一般の方々は申し訳ございません。じゃあまず第一に、言っとくぞおい。その腐れ毛堂の配信者のリスナーよ。あいつがな、フィリピンの仕事でな、男が仕事しないとかどうのこうの言ってたけどよ。そりゃ日本も一緒だろ。は？フィリピン人の男も仕事してるよ。仕事してるのもたくさんいるよ。朝4時5時からよ。何も知らねえでそんな配信しやがって。だいたいそんな間違った情報どっから来たかわかんねえけど、信じるな。うちの従業員だって男が7割いるよ。そりゃね、仕事しない男もいるさ、それ世界中どこ探したっているだろう。まずそれが一つ。それと、一つの仕事が続かないとかどうのこうの言ってたけど、もう間違ってるよ。フィリピンの法律勉強せろ、システムなどいろいろと。あれはな、フィリピンのシステム上の問題があるんですよ。基本フィリピンでは、まあ今は法案改正があってるけど、俺の動画見たらわかるよ。いくつか前のに説明してるから。実際前までは半年以内に辞めさせるっていうのが9割あったんですよ。わかる？その配信者のリスナーさん、よく聞いてね。半年以内で辞めさせるっていう経営者が 90% いるんです。今でも 70% はそう。なんてかっていうと、それ以上置いとくと、保険関係とか、まあ、SSS とかいろいろあるんだけど、いろんな支払いが経営者にも出てくるの。あとね、フィリピンの中ではボーナスっていうのは、これは決まって払うことではないけど、法律上。でも辞める時の退職金っていうのは大体払わなければいけない。長ければ長いし、こう。仮にそれが半年だろう、1年、まあ半年ってのはないけど、まあ1年とか、2年とか、ね。勤めたらね、そういうのがあるのよ。だから経営者側の方が変えていくの。それとね、フィリピンは現在平均年齢が24歳。若いのがたくさんいるんですよ。日本と人口はそんな変わんねえ。フィリピンの人口は今だいたい1億ちょっとだから。で、日本の平均年齢っていうのはわかるでしょうけど、だいたい50歳。もうそれでわかるでしょ？フィリピンは就職難なんですよ。もうずっと。今経済上がってるけど、ね、それでも就職難なのよ。それと、学歴社会に入ってるの、もうそれこそ10年以上前から。だから就職も難しいんだよ。で、決まって、やっぱり女性の方が仕事しやすいっていうのがあるのよ。まあこれはまあ、間違ってるとこもある、確かに。確かに俺も納得いかないとこあるけど、それもしゃあねえや。国の問題だから。ね。だから一つのことをずっと続けるのも難しいってのはあるんだよ。例えばじゃあ大工さんになったと、じゃあ一つの会社で勤めてもそこを半年で切られて、じゃあ次の大工さんの仕事を探すってこうポイントで決めてやったらなかなか仕事見つかれんやろ。見つからんのよそれが。だからどんな仕事でもやるってとこで続かないの。そんなことも知らないで配信するバカがいるからね。びっくりするよ、マジで。それと、ね、日本に仕事に行く女の子たち、
まあ男性もいるけど、それはね、そういう子たちが日本で仕事に行けるって決まったら喜ぶさ。生活が変わるんだから。でもね、本心はね、本当に心からね、行きたいかって言ったらそうじゃねえんだよ。ただ、生活が変わるから、やっぱそこで嬉しいんだよ。何をそんなところでバカにしてんだよ。生きるためだろ、生きるため。生きてんだよ、みんな。それがわかんねえかな。こんな日本でぼーっと生きてるから、わかんねえんだろうな。生きるためだよ。家族を養うために仕事して何が悪い？なんでそんなバカンすんの？腹立つな、マジで。お金持ちになれるって喜んだっていいじゃねえか。人の勝手だろ、それ。幸せになるんだったらそれでいいだろ。なんでそれをディスる必要がある？もう、頭痛いな。まあいいか。それとね、まあ仕事の件はそれでいいと。それと、フィリピン人がまあさっき言った通り日本に来たがるっていうのは、それがあるよな。ただね、これに関しては、間違いもある、確かに。あんたがね、言ってることも多少一理あるとは思うけど、もう仕方ねえよ。これも日本の悪いとこもあるんだから。この深い歴史は40年前に遡らないと難しいんだから。これはもう国と国の問題よ。2004年と2005年の問題をググって調べてみな。それでいいかな。それと、日本人との結婚生活。そら文化が違うんだからしゃあねえやろ。なあ。そしてね、フィリピン人でもさ、教育をね、しっかり受けた人たちと、なかなか教育を受けてない人たちといるんだよな。うん。そこの問題もあるし、もうどうしようもないよ。でもね、これだけ言いたいんだよね。これだけ言いたい。その中でも、やっぱりフィリピン人の奥さんもらって、日本人の方がね、で確かに、あ、こんなはずじゃなかったって思う人もたくさんいると思う。俺も昔そう思ったから、若い時はね。でもね、しゃあないよな。自分で選んだ道やけん。しゃあないやろ。でね、今でもね、やっぱ子供の学校のこととかしながら、仕事もしながら、家のこととかもしながら、奥さんと子供を大事にして頑張ってる日本人もいるんだよ。いるのよ。たくさん。お前、そういう人たちをバカにするな。一生懸命頑張ってるんだからそれでいいじゃねえか。腹立つな、本当に。俺はね、頑張ってる人間をね、そういった腐すようなやつ、大っ嫌いなんだよ。そら文化が違うんだから、文化と育ちも違うんだし、ね、結婚してみて蓋を開けたら、ああ、こうだったってあるかもしれんけど、もうそれ選んで結婚したんだろ？だったら最後までそれで頑張れよ。できねえならもうしゃあないよ、それ。あ、それは後々ぐずぐず言ったってどうしようもねえだろ。ただね、子供には罪ないから。子供には罪はない。それだけ言える。後でちょっとこの件また話すけど。それとね、その、バカみたいな配信者、今回の問題の、そいつが言ってた顔とか容姿、ね。フィリピン人とか、そんな一人を惚れても、ね。もっといいやつがいるから、ね、日本に来れるとか、あとね、金とかちらつかせたら、ね、たくさんのフィリピン人が釣れるからって言ってたけど、配信で。ふざけんじゃねえぞ、こら！お前言ってたな。
どうせリスク背負って結婚するんだから、それは綺麗なモデルみたいなのがいいよって、簡単に釣れるからって、どの口が言えるのそれ。お前、ぶっさいくな顔してんだろうが。大体な、まあまあお前の顔はどうでもいいよ。あのな、そんな顔とかスタイルとかどうでもいいだろう。なあ、まあ俺もちょっと今のかっこいいこと言い過ぎたけど、でもね、実際そうだろ。まあそれ人それぞれだけど、ね。なんかね、そういうのって、なんかムカつくんだよね。ああ。それと何？貧乏だの、金持ちだの、いろいろ配信で言ってたけど、関係ねえじゃねえか。生まれた時から金持ちの家だったら、そりゃ子供は幸せだよ。子供は親選べねえんだから。しょうがねえだろ。金のねえ家に生まれたら、そっから這い上がるために努力するか、な、なんとか生活していけ、頑張るとか、もうそれしかねえじゃねえか。それを何を上から目線でさ、フィリピンに行ったらあばら屋がずらっとあって、そこでなんか、貧乏人のフィリピン人たちがどうのこうのとかね、言ってたけど、なんかもうそういうのっておかしくねえか。絶対おかしいと思うけどね。じゃあお前が全部生活見てやれよ。お前よかったな。な、あんたよかったんだろ。子供時代は金持ちの生まれたかどうか知らないけど、不自由知らずに育ったんだろうな。だからそんなこと言えるんだろうな。俺なんかな、バブル期にな、飯がねえぐらいひどい家庭で育ったから、なんとも言えんな、そりゃ。でも今は立派に、ちゃんと会社経営してるよ。だからといって、そんなね、貧困層がどうのこうのとか、金持ちがどうのこうの、どうでもいい話よ。みんな同じ人間じゃねえか。腹立つね、ほんと。それとフィリピン人は金目当てって。そりゃ苦しかったら金が欲しいだろう。日本人でも金いらねえっていうやついるの？まあいるかもしんねえけど、ね。金がないからの生活できねえだろ。でもね、フィリピンってところは昔の日本の、まあ、40年ぐらい前と一緒で、近所で助け合うっていうのがあるんだよ。今なかなかこの日本でねえだろ。田舎の方行ったらあるかもしれないけど、フィリピンはまだあるんだよね。ね、近所で助け合うっていうのが。また家族でも、確かにこういう文化はあるよ。金持ってる人が、生活ができる人が、できない人を助けるっていう文化は確かにある、それは。でも、それはそれでいいんじゃねえの？それを変えようって言ったら、国を変えなきゃしょうがねえから。そういうこと。ただね、一つ言いたいのが、その配信者、あなたね、子供二人いんじゃん。それも娘が。俺それ聞いてびっくりしたよ。中学生と高校生だってね。あんたの配信見たら、どんだけショック受けるんだよ。ハーフだろ？元嫁さんフィリピン人だろ？その元嫁さんが憎くてもね、待って、それはお前仕方ねえよ、暴力とか酒でね、暴力とかいろいろやらね。日本人だって出ていくさ。子供は奥さんが育ててるそうじゃねえか。お前金も渡してねえんだろ？その女の子たちがね、お前の配信見たときに、どう思うよ。一生懸命ね、日本で、その元奥さんって子供たち二人育ててんだろ？その情報も入ってるよ。それをあんな日本に来るフィリピン人は、
すぐ金で釣れるとか、もっとひどいこと言ってたな、ここじゃ言えねえけど、それその娘たちがね聞いたら、自分のお母さんそうなんだと思ったらさ、そんなショックねえぞ。ましてや自分のね親父がそんなこと言ってたらさ、そんなショックねえだろ。自分がイライラしてもさ、不満があってもね、子供をねそんな傷つけることは言うんじゃねえよ。ふざけやがって。子供には罪はねえんだよ。だったら最初から子供作んな。かわいそうでしょうがね。ましてやこの日本にね、ハーフで生まれた子供ってね、たくさんいるんだよ。何万人、それ以上いるんだよね。その子たちがお前の配信見てさ、まあ、自分の親こうなんだって思った時ね、どんなショック受けるか。大抵の人間はね、あ、こんなバカな配信してと思うかもしれねえけど、中には一人二人ね、信じるやつがいたらどうすんの。現にお前のリスナーいるじゃねえか、俺に板伝してくるやつが。いるだろ。だからね、配信するやつと俺も慣れてはねえけど、まだ素人だけど、配信するやつはきちっと調べろや。それを信じるリスナーもいるってことだから。でたらめなことは話すなや。ましてや、おめえは自分の子供が女の子でいるんだな。その子供のお母さんをディスるようなこと言うんじゃねえよ。腹立つな。本当に。まあ今日で消してくれるってことだからいいけど、この日本にはね、俺の知り合い、俺は日本全国にフィリピン人のネットワークとかも仕事上持ってるから知ってるけど、フィリピン人の方で一人で、女性一人でね、この日本で子供たちを育てるために、漢字まで覚えて、俺よりも漢字知ってるよ。一生懸命昼も夜も仕事してね、大学まで行かせたいって、子供たちの将来をね、やっぱ幸せを考えたいって、旦那さんには頼れないからって、そんな人もたくさんいるんだよ。たくさん知らねえだろ。すごい勉強してるよ。フィリピンにまだ帰ってないんだって、10年以上。そんな子たちもね、そんなね、女性たちも何人もいるよ。一生懸命頑張ってるよ。また日本人の旦那さんでも、一生懸命家族のためにって、学校の行事から、書類から、ね、いろんなこと全部して、ね、子供を大事にして、奥さんも大切にして、そうやって頑張ってる日本人の方もいるんだよね。そんな変な配信信じるな。子供は親選べないから。俺はね、そのあんたの子供があんたの配信を見てないことを祈ってる。うん、それだけ。で、分かったかな。とりあえず全部あんたの間違いを今正した、そういうことです。もし、あ、すいません、もし一般の方で、一般か普通のリスナーさんでここまで見ていただいた方は本当に申し訳ございません。もう汚い言葉を使ってしまい、また感情が出てしまい、本当に不愉快な配信をしてしまいました。本当に申し訳ございません。深くお詫びいたします。もう二度とこういった配信はしないように、気をつけさせていただきます。本当申し訳ございません。では失礼いたします。次回からは
ちゃんとした配信をさせていただきます。よろしくお願いいたします。